みんなの心に今日の前、今日の学びたかと申します。囲碁を見せる今日。さあ、そう、今回ね、なんか息抜きでね、たまには単発のゲーム実況とかやるのもありかなと思って、まあ、このゲームやっていきたいと思います。怖がりか、中途先輩だし。まあ、このゲームについてね、ちょっといろいろ紹介していきましょう。このゲームはですね、僕の実況で言うのは被験者森本くん、皆さん覚えてますかね。そちらを作成してたコットンさんっていう、まあね、獣の、ね、界隈の中ではなかなか有名なね、お方ですよね。あ、てかもうツイッター見てた方が早いかもしれない。おいしょ。はい。まあ、こちらだよね。よいしょ。まあ、こちらをね、作成されている方でね、まあ、ハスキー戦の体験アルコールするっていうのが、まあ、これ被験者森本くんで僕が実況したやつなんですけどね。あとはね、こちらだよね。これもね、いつかやってみたいと思ったりしてるんだけど、実況はおりなさそうなんで、そこはわかんないです。今日はシャルドネロマンシアとかね、まあ、これらのね、ゲームを作成した方の、確かこれ初期作品だっけな。そう、なんか、処女作って言ってたような気がする。うろ覚えだったらすまんな。なんか RP 作りで作った初めてのゲームみたいな感じで、なんか本人は恥ずかしがってるらしいんですけど、まあそんな感じでね。まあ、こちらのコットンさんがね、作成した、ゲームやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ怖がりカッチの先輩たち、ノベルゲームなのかな、ちょっとわかんないよ。まあやっぱ無難にまだあれだ、あ、 BGM 下げれるの、あ、ちょっと待って、いろいろ調整するわ。設定の準備完了いたしました。じゃあ怖がりカッチの先輩たちということでね、まあ、このコットンさんが手掛けたというゲーム、一体どんなゲームなのかね、やっていきましょう。まあ、今回単発だから僕も気楽にやっていくわ。よろしくね。どんなゲームか分かってないんだよ、ほんと。まあいいだろう、やってみてもね。ホラーゲームではないらしいけどね、とりあえず。このタイトルからしてね。これ、僕読む？夜か。もう起きないと先輩にまたどやされるな。これ僕ってことでいいんだよね。僕つうか主人公ということで。まあ、つまり僕ってことです。よろしくお願いします。つまり浴びたかってことなんだよ。よろしくな。いやーなんか、こうフリーゲーム？なんかね、気楽にやるのを、久しぶりとか初めて、いや、久しぶりだ。被験者森本くんとかいろいろやってるわ、フリーゲームとか、ぼちぼち。ふわ、よく寝た。これが怖がりカッチュですか。ちなみにこれね、あらかじめ言っとく、まあ、コットンさんっていうね、獣の界隈で有名なね、石さんが作ったゲームでありますけど、そして獣である YouTuber のアビタが実況しておりますけど、このゲーム、確か獣要素ないはず。多分獣はないはず。けどさ、獣ってカッチュ好きだよな。なんでだろうな。僕もまあね、人間よりかカッチュだったら、まあ、抜けるっちゃ抜けるんだよね。なんかね、あんまし肌がなければ OK みたいな部分がある。けどまあ、関心ぐらいなら多少許そうみたいな。まあ、カッチュはなんか人外風味があって、まあ、ギリっつうか、人間と比べたらギリいけるみたいな感じかな、僕は。すまんね。やばいやばい、もうこんな時間が。早く先輩とこ行かないと。俺はサミュエル。新米カッチュ幽霊だった。そっかー、それ、カッチュ、怖がりカッチュとか言ったけど、お前もう幽霊なんか、そうきたか。幽霊は人間を怖がらせるのが仕事なんだけど、俺は生前も自分自身が幽霊になって、今怖いのが大の苦手で、もうめちゃくちゃやねえかよ。甲冑で幽霊が苦手。だけど幽霊。設定が天候。これもしかしてコットンさんの聖域入ってる？なんか、ね、屈強な甲冑男が怖がりで、しかも幽霊だったら、なんかときめくな、みたいな。聖域入ってるかもしんねえな。僕最近なんか幽霊物のね、獣のやつが幽霊物のやつみたいな、篠塚さんが手掛けた同人誌というか、なんか、合同誌の中に篠塚さんのなんかそういう幽霊物の同人誌があった。あの人なんかホラー好きだよな。先輩幽霊のゴンズ先輩の家に居候しながら、苦手克服のために頑張っている。まだ怪談話をまともに聞けないような状態なんだけど、怪談話をいろいろ聞く、そういったあれなんか、てか僕さ、ゲーム実況者はもう半年か。ネットカストをやっても、3年経ったんですけど、今4年目なんですけど、僕 RPG 作るのゲームで実はやったことこれが初めてですね。それでね、僕も RPG 作るのなんか、処女プレイをこのゲームに取られてしまったというか、コットンさんに取られてしまったから、まあ、つまりこれは追っ始めたと言っても過言ではない。本がいっぱいある。親は本の中に50円挟んだった。1円玉なんだ。それだるよな。気持ちわかるぞ。甲冑くん。さあ、サミュエルだったこいつ。一瞬で名前忘れた僕。はい。このタンス、パンツがいっぱいしまってる。これなんかサムネにね、そう、これちょっとね、さっきサムネにやりましたよね。サムネ2がさ、ほら、こっちのさ、ほら、ここのシーンだよね。だからなんかパンツがあるっぽいんだけどね。ノーパンか。いや、ノーパンはね、カッチはやっぱね、僕ね、あれこれ、被験者森本くんでも語ったっけ？僕ね、ボクサーパンツ好きなんですよね。ぴっちりな感じがすんげえそう。トランクスは僕逆に邪道だと思ってる。トランクスするぐらいだったらノーパンの方が絶対いいからね。赤いボクサーパンツか、なるほど。もう絶対正規入ってるでしょ、これ。僕はね、じゃあボクサーパンツはね、黒とかが好きですね。黒とか灰色ぐらいの、いや、まあ灰色かな？灰色のボクサーパンツが興奮するな。
赤いボクサーパンツが赤いだ、ポジションがバッチリ。そう、ボクサーパンツがいいとかトランクスと違ってピッチリしてるので、ちゃんとポジションが整えられるってとこなんですね。これもう一回調べると何、やっぱノーパンしようとかなんのかな。あ、これ何回も変えられた。トランクスというのなんて出てるんだ。定番縦縞トランクス履き替えた。そう、風通し最高なんだけど、僕それが逆に、あとトランクスの素材がちょっと苦手なんですよね。いや、今日はノーパン。今しぶりにとらわれる必要なので、今日の裏人たちが真の自由手に入れた。僕、ノーパンってわけじゃないけどさ、いや、やっぱりなんかあるとまずい、ちゃんと履いとか。ビキニパンツしかも履き慣れてんだ、お前。そう、僕もね、ビキニパンツね、つうか僕ティーバッグ履くんですけどね。いや、僕ね、なんだろうな、就活の時とかティーバッグ履いて就活に挑んだんですよ。なんでかって言われると、就活で、ね、面接の会場に、YT バッグ入ってるっていうね、メンズだっけよね、 T バッグ入ってる、そんなね、就活生は他にいないだろうみたいな、なんか背徳感とね、なんか無敵になれた感じがしてね、すんげえやべえ。全部最終試験で落ちたけど。明日は先輩とカルビさんからこういう話を聞くぞと記してある。やだな、じゃあなんで日記記してんだよ。おはようコールタール、あ、セーブできんだ。いや、これ結構長くなるこのゲーム。まあいいや、下校カエルくん、オスオス、え、なんかさっきからピロンピロンしたりとかなんかいろいろ起きるんだから、こっちへ行く用事はないということで、何の空間もない、メタ的なこと多分単純に作ってただけなんだよな。そういうとこもなんか処女作感があっていうね。お、顔、むしろこっちの方が可愛くて、この幽霊くんの方が、僕こいつだったらね、うん、深くは言わん。あれ、あ、ちょ、待って今操作聞かねえなと思ったらウイルスバスターの話が出てきちゃった、ごめん。なんかね、マカフィーのね、通知が出てくるとね、動かなくなるんだよな、ウィンドウ。ほんと怖い。結構口は悪い気がするけど、あ、ゴンズ先輩、お前ゴンズ先輩なんだ。名前がゴンズ、なんかちょっと、いかつい感じだけど。ははは、ビギニパンツか、すまんね、履き慣れてしまったもんでね。かっこいい、僕、土日はよくティーバックとかね、あとなんか、あれだわ。なんて言うんだっけ。ケツ割れパンツだ。ケツ割れパンツ履いたりとかしてますね。まあなんか、そういったセクシーパンツを履いております。ちょめ見ないでください。俺に投資使うの禁止って言ったでしょ。投資できんだ、こいつ。何でもできんだ。減るもんじゃね。結局、絶対こいつもさ、ゴンズでも絶対さ、透けてるとこ、ビキニパンツをこいてさ、もうチンチン見てるよな。ボクサー、あー、ボクサーやっぱいいんだよな。ノーパンしなくてよかった。それ確か思った。ノーパンだ、バレる。いや、今日ね、卓球選手ノーパン最高っていう人いて、うちの友達もノーパンでね、最近卓球とかし始めてる人がいるんだけど、僕はね、ノーパンよりかやっぱティーバッグ履いて卓球した方が一番調子いいんじゃないかなと思います。もう、おもらしなんてしたんだ。あの一回きりっすよ。はい。なんでよ、こいつ。ガチムチ、多分ガチムチで、しかも甲冑で、しかもおもらしする。なんか性癖こじらすぎなんだよな。いろんな性癖をごったにしてるかもしんねえな、このゲーム。カルビも一緒にな。名前覚えやすい。食べ物の名前だ。カルビは。はい。あの、今日はどんなジャンルなのでしょう。原因がわからない系のって苦手なので、誰かの怨念とかはっきりしてる方が。あ、僕もね、なんか、どちらかというとね、確かにそう言われると、はっきりしてる系の方が好きっちゃ好きかもしんね。わかりやすいから、なんか、すっきりするよね。まあ、楽しみにしてますよ。はい、ごちそうさんでした。ブルブル。こいつもう漏らそうとしてるのか。早いよ、匂いが早い。ここに準備ができたらピアノの部屋に行かなくちゃ。部屋に戻って支度をしよう。ブルブル。あ、これ、あれか、怖かっただけか。ごめん、なんかおしっこ我慢してんのかと思った。キュッキュン匂いがつってさ、なんかもう怖かった話とか、うんぬんの前に。いや、やばい、また甲冑でおもれするみたいな、そういったシチュエーションになるかと思ったけど、そこまで、ね、やばくなかった。僕、スカトラちょっと苦手だけど、まあ、おもらしはギリかな。うん、ギリオッケーです。ギリだけはね、透明のおしっこに限る。ちょっと黄色のおしっこはちょっと苦手かな。だからせめて塩気でしてほしい。先輩やけに気合入れて作って誰かにあげるのかな。これもう一回調べたら食えたりしねえかな。勝手に食べちゃった。ああ、まともな主人公やな。え、赤リンゴ。赤リンゴは人間の血を吸うほど赤くて甘くなる。結構な、今、衝撃の事実が出てきてたけど。まあいいでしょう。うん。気のせい。僕らだってね、動物のそういった血ってわけやだっけ、肉が血となってるから、つまりそういうことなんでよくわかんないや、ちょっと。魔王さんの爪くらいの青いんだったら食べ頃だ。魔王様ってあれなんだ、爪青いんだ。なんでなんで血青色なんかな。あ、一つ持っていこう、青リンゴ。よし、とりあえず、セーブポイントがあるってことは、これワンチャンさ、ゲームオーバーになる可能性あるんだよな。ちょっと、100クリック。よいしょ。あ、てかネックレスあるじゃん。俺の守り、怖い気持ちを、ついててくれるんだ。正直、ないよりは多少増して程度の効き目だけ、イワシの頭も、心身からというし、そんなことわざんだ。もう国力、国語力ねえからわかんねえ。センター試験とかも国語一番勉強したけど、一番正規、正規って言ってたもん。もうダメだわ、僕もちょっとなんか狂ってきちゃった。心なしか本はか、温かい。ここのセンター試験は僕、あんだけ頑張って僕半分くらいだったっていう、5割だったっていう。
他はなんか7、8割とか取れるのにさ、これは何？豚の丸焼き、豚の丸っていう種族なんで、なるほどね、いろいろ知んな。ストーンドラゴンのご飯、ストーンドラゴン、こいつオブジェじゃなくて普通に生き物だ。あ、そうなんだ。誰も見たときは動いて餌食べる。街の真ん中とかにいるとガシッちゃう。なんかシャイすぎるな。なんか SCP のなんかシャイガイ、あ、シャイガイだっけ、シャイガイはあいつ人に危害出すから、ちょっとそれよりかはマシかな。なんか可愛いとこあんな。これがワールドマップか。魔界、あ、勇者とかに侵略されて頻繁に地形変わるので、現代ではデジタルが主流だ。なるほどな。なんかこういう視点ってやっぱあれだよ、魔族側からしたら勇者から侵略されているようなもんだから、やっぱ戦争というか戦いっていうのはやっぱお互いの正義がうんたらとかそういうことだよね。午後6時、なかなか午後6時、先輩俺は早起きだ今。午前6時と見間違えたかと思ったけど、まあなるほど、夜行性ってことなんで分かりました。よし、あのカルビさんは、お、いるんか、カルビどこで。カルビ一番いっちゃったでしょ、ドラゴンだ俺。これどう考えてもドラゴンだわ。かかってこいドラゴン。だから僕はドララと獣の違いって分かんないけどさ、ドラライコール獣みたいなもんなんじゃねえかなと思ってるんだよ。お、これは首から下は獣かは分かんないけど、うわ、来た来た来た来ました、ありがとうございます。ふぅ、エッチな、これミノタウロス、ふぅ最高やね。ミノタウロス系は、なんかさ、毛並みがなさそうなさ、ミノタウロスがあるけど、僕はもうミノタウロスって時点で、まあ、なんかツルツルだろうがね、ちょっと、ふさふさとした毛がね、多少あるだろうが、もう全部整形させるんで OK です。最高これ、なんの効果音だよ。ギャーって言ってたけど。顔なじみです。こんにちは。ほらー、さ、サミエルよ。お前何やってんだよ。すいません。もう急にいろいろとメタメタだ、もう。こいつ、おたもう、なんだ、ブラブラブラ、もうボロボロです。ボロボロです。僕もボロボロだ。仕事疲れが来てるんだな。あと、こいつが、うん、カルビが。あ、こいつもしかしてミノタウロスだから、カルビ的な、そういうことなんだ。サミエル君。なに、こういうサミエル君が成長していく物語だったりするのかな。うぅ。場所、どんどん変えるな、場所。はい、なんすか、もう。やりで、ああ、消えた？いや、ワープできんの？カルビ先輩、マジで頼りになります。ナウローティングしていきましょう。うーいやー、やっぱ、さすがコットンさんや。やっぱ、ちゃんとね、獣人が出てきてくれるの、嬉しいっす。ありがとうございます。まあ、最悪ね、僕、首から下が肌色でも OK だった。顔がね、僕、池頭っていうのか、池頭ギリ抜ける。あ、ギリじゃねえ、余裕で抜けるわ。だから僕ね、僕のヒーローアカデミアはね、常闇くんでも抜けるんですねっていうお話をしておきます。てか、なんだったら僕、床山くんのエロ同人誌持ってるしね。なんか、庄司とおっぱじめてか、庄司もね、人格風味があるからね。そんなね、庄司かける床山のね、エロ同人誌は最高にね、ハイになるんだぜっていうお話。ここは、ダンジョン、あ、ダンジョンとかあんの待って、ちょっと BGM でけえかもしんねえな。確認しねえと。あ、これ結構でけえや。ちょっと音量下げるか。はい。まあ、こんぐらい大丈夫でしょ。あ、わわわわわわわ。アメリカの棒読みが出ちゃうわ。出ちゃうわ。おう、動ける。なんか骸骨くんいるんですけど、コールタルと同じ匂いがする。え、これコールタルと同じ匂いって、お前コールタルだったのか。いや、逆にあのコールタルが何、あ、動物の死骸だったとか、そういううち。あ、アーリンゴ持ってます。いいよ、うーん、最高。お前になら何でもあげる。俺のチッチもあげるよ。こいつを見てくれ、どう思う、すごくいい匂いがするみたいな、そんな感じですか。ありがとうございます。カルビ先輩大好き、結婚しようぜ。ふー、じゃあこのままベッドに行こうぜ。いや、闇市買ったんだ、いい奴らだな。こいつらいい奴らか。あ、まだまだ待ってください。あー、間違えちゃった、いろいろ調べようと思ったけど。もう、操作ミスった。まあいいでしょう。俺のダチの兄貴の彼氏のダチ、まあまあ、あかん他人ですね、これ。まあなんか、こういう感じで階段を聞くノベルゲームって感じで解釈しとけばいいんかな。まあせっかくだから読んでいきましょう。朗読していきます。その日そいつ仮に名前をアランとしよう。結構かっこいい名前ですね。アランは魔界の門番をしていた。知っての通り勤務時間が長い割退屈な仕事だ。ブラック？日記なるアランは眠たい目をこすってもうじき訪れる夜勤との交代を今かと待ちわびていた。本来は休みの日だったのに急な出勤が入った。しかも付き合い始めて間もない彼女の誕生日。リア充か。あと彼女なんだ。彼氏じゃねえのか。そういう苛立ちと焦りが良くないものを呼んでしまったのかもしれない。アラン、オーク、おー、オークか。まあいいでしょう。うーん。
カルビ先輩と追っ始めてくんねえかなみたいな。このオーク、まあ、アランか、仮にアランとしよう。このアランのね、種付けプレスが見てみてえもんだな。で、カルビがさ、これ以上は青リンゴのごとく、みたいな、なんかもうクソみたいな話してな、僕。このゲームは健全だろ、ふざけんなよ、マジで。被験者森本くんはほのめかしてたけど、このゲーム完全健全だからな。だから僕はこのゲームを怪我しちゃいけないと思うんです。まあ、日勤お疲れさんです。誰も来ないか。この境この地図か、確かに気持ち悪そうだな。ジャスミンのリア充、多くの恋人って言ったら何なんだ、その時だった。お、あれか、なんか、雪女的なサムシングじゃなくて、火の玉じゃねえか。季節外れにも程があるぜ。それとも、お前が、あれか、サミュエル、あれなんだっけ、彼女か。あん。人玉ですってよ。あらーん！いや、おめえが先になのか。早いよ、まだ。だいぶ早かった、今。待ってよ、オチが知りてえ。オチが知りてえよ。アランがどうなったのか教えてくれ。だって、人玉。なんだこいつ。サメル、なんだおめえ。その割にはビキニのパンツとか履いてるしさ、攻めた格好するくせによ。おめえ、どういう、あれだ、どういうメンタルなの、お前。100歳くらいのが、いや、人玉、だいぶ10歳くらいでもこうわかんねえんじゃないかな。15年前まで人間、あ、結構じゃあ、何、新米なのよ。社会人15年とか考えたら結構なもんだと思うけどな。この世界は1000年とかザラで考えるのは確かまだ幼稚園児なのかもしんねえな。屋敷へ戻ります。まあ、とりあえずはね、カルビに、あれだ、青リンゴあげられたから、よしとしましょう。立派な幽霊になったところで何をすんだ、怖がらせるのか。いや、しょんべん垂らされる無駄くさ。お前もしてスカトロか、スカトロの方がマシなんか。今朝は一人で寝れません。でもこの、なんか昼夜逆転したこの表現なんかね、難しいね。なんか、うんと思っちゃう。なるほどな、その後、あ、なるほど、そういうことか、みたいな。てか幽霊だからそういうことになるんだよな、みたいな。そういうね、そういうカップリング的な、あれ、サムシング的なあれですか。くー、はい、ありがとうございます。というわけで、あの、ゴンズ先輩と寝ました。幽霊、え、待って、おしまい？は？え、嘘でしょ？終わった終わった、え、待って待って、終わった、これゴンズエンド的なやつ？うえー、ゴンズエンドでーす、ありがとうございます。ちょ待って、収録時間は、言うて収録時間は結構いってんだよな。まあ、けどなんかここで終わるな。なんかえ、だったらさ、僕カルビとのさ結婚エンド見ていいからさ、ちょっと頑張ってゲーム続けます。よっしゃ、あれだ、とりあえずカルビにね、カルビ先輩に青リンゴを渡します。その後もカルビ先輩に話しかけたかって言われると多分話してねえんだよな。そしたら多分ね、カルビ先輩のね、あれなんじゃない？多分ね、階段が、ほらほら聞ける聞ける。そういうことなんだよ。オッケー、聞きましょう。友人の友人か、まあ微妙なポジションですね。よし、これでカルビのね、あれだわ。よし、これでカルビ先輩とね、ソイネエンドとか結婚エンドからのおせつエンドが見れる。からのハラム、オソ妊娠でサミエルがね、赤ちゃんハラム、カルビとの子だよみたいな、そういったエンディングが迎えられるということを僕は夢見てるんでよろしくお願いします。とあるところに恋人の帰りを待つ女性がいた。彼女の、ジャスミンの、あ、これ、さっきの多くの話の続きじゃん。マジ？え、待って、彼女、いや、まあ、ごつい女っていたりするよな。なんかそういうのあるよな。ビジュアル男にしか見えないけど、彼女って言ってるか、いや、まあ、トランスジェンダー可能性とかもあるか。そう、昨今の時代だから、ちゃんと LGBT にもね、配慮してるコットさん、さすがでございます。お、やっぱり寂しいよ。なんなんだろうなぁ。けど、まあ、可愛いんじゃない？僕なんか可愛いと思うよ。いかつい風貌に、中身のなんか、キュルルンみたいな感じ、僕は好きだよ、なんか、もしなんか、誰かと付き合えると、なんか、結構さ、かっちょいつかさ、ガチムチな女性で、なんだろうね、中身でたまに怖がりな部分があったりとか、そういった部分があると、なんか、いいなっていう、絶対ありえねえから二次元の見過ぎなんだよな。オタクあるある。はい。あ、これもしね、メリーの話か。もしもし、私メリー、いや、ノックしてるからねえか。けど、メリーさんは、あれだよな、ノックノックだよな。ノックしてもしもーし、ノックしてもしもーし、おっぱー、あ、何の音だ、はーい。いい？いや、のぶとい、のぶとい。あ、と思ったらお前じゃねえか、サミエル。今の、
違うんか、彼女の彼女と。あ、やっぱり、サミュエル。サミュエル、お前、オチぶっ殺すすぎだろ、マジで。お前、ある意味で一番怖えよ、お前。すべての話の腰を折っていくじゃねえか。ノックの音が、ノックの音が。困ったな。その彼女は、いや、やめてください。聞きません、俺は聞きません。いや、聞こえ。ねえ、オチがないわ。オチが聞けねえまま終わっちまうよ。くそー。まあ、行こう。今日、ね、これでカルビ先輩との、こっちにセーブしてみるか、一応。これでカルビ先輩との、結婚エンド。はい。悪い夢を、いい夢を。どっちの意味なんだ、もう訳がわからん。悪い夢見たら、ういー、嬉しいとかなんのかな。あ、あ、怖くなって一人で、あ、眠れそうになくて。サメル、お見合いやる男だと思った。こんなガチムチエッチな獣人をほっとくわけねえだろ。ベッドで添い寝するついでなんかチンチン擦れ合うぐらいのことはやっとけや。なにこれ、漢字が読め、朝か。朝かって読む。ふぅー、はい、ありがとうございます。うえーい。カルビーンド。おしまい。超ハッピーエンドでした。というわけでね、サミュエルはカルビーとの子をはらんで、ハッピーエンド。ありがとうございました。今日もうちょいなんかあるよな。ちょっともうちょいいろいろと試してみるか。よろしく。この後はなんか、話でアップルパイが、あ、鏡のかけ、何鏡のかけあって。大事じゃん。え、これなんか関係あんの？なんかここに出てくるアイテムなんか関係あんのかな？ワンチャンあんのかな？まあ、あと青リンゴも、青リンゴ、よし。で、あとは IH、あ、ちげえや。あとは、なんか今のうち多分ね、調べる可能性がある。お、奥の方何か光ってる。よいしょ。あん？鏡のかけら2、なんか鏡のかけらなぜか手に入ってる。アビタカでございます。よろしくお願いします。父さん、優勝が終わるまで決して、なんか、硬いな、決心が。この壺、それはなんだ？お酒入ってる先輩がマリックを作ってお酒で氷結にする。おー、いいね、うまい。よし、じゃあ、すっぱだか、装備外して、セリフ変わるかなと、ボクサーパンツですよ。おはようございます、ゴン先輩。お！プレゼントしたやつなんだ。なんだ？ちょっとじゃあ、ゴン先輩嬉しいんじゃないの？俺。あ、装備は外してても、あれだ、ここは会話同じだ。まだか下着選び大事なんだ。まあ、下着選びは本当大事だよな。よし。今日はそんな感じでね、装備は全部外したけど、なんか、おめえ、ボクサーパンツ一丁で何してんだみたいな話になるわけじゃねえんだな。OK です。よし。ではですね、鏡が2つある状態で、闇の洞窟に来ました。ここから何かが、おなんか起きてる、なんか起きてる、なんか起きてる。みんな気づきました？右上がなんか渦巻いてる。変化が起きた。よし。じゃあちょっとあそこに入ってみるか。ちょっとその前にコールタールもどきとね、ちょっとお話をしてセーブします。よし。アップルパイの、え、なんか、ことわざが書かれて、悪魔を退ける。悪魔を退散するほど情熱満ちたホットな一夜を過ごすこと。おほほー来た！コットンさん、やっぱりそういった部分が入りますか？やっぱりそういうエッチな部分があっても仕方がねえよな。今日幽霊にとってあったかいのかまたなんか違うのかもしれないけど。そうするとなんかまがまがしい何かオーラを感じる。謎のオブジェが鏡のかけらに反応してる。鏡のかけらを一つ取り込まれた。で、二つ目の鏡のかけらも取り込まれた。うわーなんだなんだダークミロワールを手に入れた。いやなんだよこれちびりかけた。いやこのゲーム装備持って意味ある？わかんねえんだけど。わかんないけど、何装備すればいいかな？多分、帽子？あ、帽子じゃねえや。あ、帽子外れちゃった。なんだ、ダークミルワールって。アイテムなんだが。映ったものの本性は湧く。なんかの効果あんのかわかんねえなあ、わかったかもしんねえ。これだ、これを、これに使うのかもしんねえ。これなんか動いたらしいから、これになんかダークミルワールをワンチャン使わないでね。サミュエルのことが使わねえな、これ。買えない、聞かない。ダークミルワールが使えねえ。よし、まあ、とりあえず、階段聞いてみるか。なんか変わるかな、まあ、ここは相変わらずですよね。ジャスミーヌとか言った、なんか、ごつい女の子らしきなんかがいるということで。いや、女の子って言ったら女の子なんだよ。ん？あ、びっくりした。ちょっとなんか、急に怖くなっちゃった、このゲーム。だってさ、ダークミルワール手に入れたから、なんか変化起きるのかなと思って、ちょっと怖くなっちゃってるんですよ。てか、これホラーゲーじゃないはずだよね。なんか急にさ、ブラクラ的な画像出てきたら、僕は申し訳ないけど、僕のパソコンの液晶ぶん殴るしかない。スクラップフェスタ！
カカンカンカカンカン、トゥン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 トゥイイエーイエーイエーダークミルワールド使えてんだけど、ここでなんか急にダークミルワールド使えて、実は怖がりじゃねえんだよみたいな出てくるのかな、なんか実はこんなんじゃ怖くねえんだみたいな。はい、じゃあ戻ります。変わんねえな今回も。あれか、とりあえずカルビとおせっせエンドかな、これ。くぅ。てかさ、右にスライムいる人でさ、多分なんかあるんだよな。多分この後があるんじゃないかなと思うんだけど。はい。てか、ダグミロワールが本当に気になるんだが、絶対使い道なんかあるよな。よし。ありがとうございます。ありがとうございます。ん？ちょっと大人やりとりを見ますか。なんか追加が来た。これ何？ダークミルバールを使ってるからか。それとも何？なんか2周目とか3周目とかだからかわかんないけど。ちょっと大人ですか？カルビだ？もちろん。ふぅー。はい。なんでしょう？それで一応一瞬寝たと思ってるんだ。今日さ、ゴンズ先輩と一緒さ、なんか、落とすねとか言ったからさ、一応ベッドに寝たんでしょ？なんか気遣ってんのか？だってカルビスさんはお客様ですし、あ、もしかして汗臭かったですか？すいません、俺寝汗がひどくて。匂いはか、サミエルのガスの匂いで興奮する前にとか言うとか、なんか相手をするとは言ってましたけどね。一ピル中、一ピル。もうこの独特の表現、毎回なんか、おんって思う。もうびっくりしたわ。僕、なんか見間違いだかなみたいな。はい、どういうことですか？俺何か勘違いしました。カルビさん、どういう意味と解釈していらしたんですか？おお、オナニーですね。処理？もうとか言っちゃってる、カルビ。はい。てか、人んちで何やってんだ。カルビさん、何を。召喚獣、いや、まあそっか、召喚獣か。つまり肉体を欲するもの。あ、そうなの？獣にやられてんじゃねえかよ。獣に召喚されまくってんじゃん。まあ気持ちはわかるよ。僕は申し訳ないけどわかる。僕も召喚師になったら絶対、あの、カルビ先輩を出してと思ってる。出すぞ、カルビ！お前の中に出すぞ、やりてえ。牛の頭を持つ紫色の怪人がなぜそんなに重要に。ねえ、獣会話の話が出てるんだけど。おい、獣会話の話出てるぞ、これ。そして、ちゃんとそこら辺仕事熱心なんだよな。なんか、そういうけなげなとこはまた最高なんだよな。うん、最高ですよね。カルビ先輩、最高か？調教されちゃったよ。それはそれでかわいそうなんだが。いや、もうダメだ。もう発情期入ってますね。いいよ、カルビ。もっとやってくれ。そこでサミエル男出すか？お前怖がりだからこういうとこでやるか？あの、良ければですけど。ん？人間たちがカルビさんを求める気持ち分かる気がするんです。そいつらほぼ獣だけどな。大半っていうか、たまに女性もいるんだな、みたいな。俺、心も体も全然強くないけど、少しでもカルビさん手伝えるなら。いや、紹介してるやつは単純にムラムラしてただけだぜ、おそらく。お前のようなけなげな心もったいないぞ。お！てか、マジでカルビエンドあんの？これ、ほんと。これカルビさん？鎧の下はムワーってなるのがお決まりですからね。なんかシャキンとか聞こえたんだけど。おい、なんだこれは。カルビさんもいい匂いします。わかるー、絶対いい匂いだろう。犬。犬。うん、例えるなら犬みたいな感じで出てきちゃってる。これちげえや。あ、これ、あれだ、この犬がなんかいろいろと、このゲームが R18 になりかけるところをいろいろと止めてくれてるんだ。そういうこと、知るすぎるだろ。カルビさんの胸、とても熱いです。胸？あ、おい、パイズリーですか？カルビ絶対大胸筋いいからな。てか、そりゃねえ。おや、どうや、二人は盛り上がりに盛り上がった後、長く眠ってしまったようですね。魔界ではよからこそなんだ。そうなんだ。これが二人がどんな関係を築いていくか。それは皆さんのご想像をお任せします。いや、まさかのアビタカが、アビタカの、その、カルビの子供をはらむエンド、マジで合ってた説。さあ、一つ変えると、次の日、二人は一緒に街へ買い物ディナーに出かけたそうです。おお、ゴン先輩にはデートかなんか冷やかされたそうですが、まんざらでもなかった様子。そりゃめでてえよ。ありがとうございました。
以上。いやー、やっぱりコットンさん、やっぱ獣の部分は隠さず出していく、いいね。いいよー、僕も興奮しまった。おー、待って待って、サメよりデカチンなんか。世界とは広いわな。確かに甲冑のやつってなんか大体ね、エクスカリバーがクソでけんだよなっていう、なんか大体の鎧である。最高。いやー、まさかまさかね、 RPG 作るのゲームでムラムラする時が来るとは思わなかったね。というわけでいかがでしたでしょうか。あのまあ怖がり甲冑と先輩たちというね、あの息抜き単発実況をやっていました。ちょっと収録の時間的にね、あれかな、あの、ゴンズ先輩のやつは、もう自分の方で裏で見ようかなと思いますんで、よろしくお願いします。いや、やっぱ最後で見ちゃうな、最後見るか。ごめん、ちょっと動画長くなると思うけど、うん。まあ、獣のね、人でもう、あれだ、カルビとね、追っ始めて、なんか子供はらむエンドが見たかった皆さんは、まあ、ここでね、退出してもらって大丈夫ですか。あとちょっとね、もっとこのゲームのね、やり込み部分見たい方はね、もうちょっとお付き合いくださいませ。よし、じゃあ、というわけでね、同じやり方をそらくゴンズエンド見れると思うんで、ちょっとゴンズ、行ってみよう。ここまで来ました。よし。まあ、とりあえず、添い寝はね、してほしいってことで、まあ、このベッドは汗臭いらしいけどな。なんだ、ゴンズ先輩、あなたもサミュエルの汗の匂いが嗅げて、なお、ちょっとまんざらではないんじゃないかみたいな、そういった、エンドが、てんてんてんて出ても、絶対ゴンズともなんかあるよ。よーし、大人やりとり。けゴンズはどんなやりとりだ？もう、僕ゴンズだったらちょっと興奮できるかな。いえ、まだ怖い話が頭から離れなくて、可愛いやつって言ってんか。ふぅ、よって何をしてんだこいつ。先輩、お、そういうね、いいね、いいね、いいね。こっちはなんか大人っつうか、今んとこは。なんか、獣も同人誌の、なんか、健全獣も同人誌のね、シチュエーション的な感じでね。それはそうかもですけど、ちょっと先輩どこ触ってるか分かってますか？やるよな、健全な獣のやつでもちょっとまさぐり始めたりとかすんだよなみたいな。先輩、ふざけてそんなことするのいくらでも怒りますよ。ふざけてないねえ。なんで動物出てくんのほんと。これ何？サミュエルのあれ？もうダメだ。なんかシュールなんだよな、ちょっと。こうなってたね。もうアルジャッジになりました。アルジャッジです。あ、てか、今の馬のやつはあれか、ゴンズ先輩の立派なエクスカリバーを見せてやるぜ、みたいな。俺のエクスカリバーは、もうエクスカウパーだよ、もうここまで来たら。攻撃力100だぜ。なんなんだよ、急に出れちゃって。なるほど、こういうことで、こうやってなんか、本心が見れるのがさっきの、なんちゃらなんちゃらだったんで、なんとかクローネだっけ。ゴンズ先輩のやつ、すんごいヒヒンってなってますよ。俺もこうしていられてすごく嬉しいというか、その、はは、先輩、投資でバッチリ見てるのに、取り繕うのも変ですよね、みたいな。だけど、俺のも見てくださいよ。ぶっきらぼうだけ優しくて面倒見のいいゴンズ先輩のこと、俺大好きです。そして、幽霊なのにもこの厚さ、いいです。このエクスカーパーの厚さがいいです。俺は照れくさくてこんな状況でしか言えなくて、自分が恥ずかしくなるんですけど。知らねえ。どうやんな、本当に。なるほど。つまり、アナルですね。その通り。つまり、まあ、実、獣じゃねえけど、獣じゃねえけど。ホモセですね。それって。いや、ゴンズ先輩なら OK です。なんかすんげえバカそう。あ、そっか。サミュエルのやつ、クソでけんだった。エクスカリバーなんだよな。本当に伝説の剣なんだけど。先輩にもらったパンツあんまり派手なんで、履けずにいたんですけど、どういう話をしてんだこれ。まさか下着選びが重要って言ってたのは先輩じゃないですか。それいつもお世話になってる、ほんの俺になればって。あー、なんか俺になるとなんかちょっとね、やっちゃうのよ。興奮してらっしゃる。なんでよ、そういった下心あってサミュエルにそんなパンツ送ったのか。あ、まあ、消化不良は確かにあるわ、ね。余計は知らんけど。平気です、男に二言ありません。じゃあその門を待ちきれないというか。ふぅ、俺のヒヒンが鳴っちゃってるんですよ、みたいな。もうな、てかこれどっちがこれ受けなんだ。いや、僕はなんかね、先輩が攻めていてほしいっていう願望があるんだよな。ゴンズ先輩、ここは想像に任せるって話。ドガガガみたいな。あー、みたいな。先輩、いや、これマジでゴンズ先輩。いや、まあ確か、こう、先輩後輩っていうポジションがあるけど、やっぱどちらかというとサミュエルの方がガチムチ説があって、ゴンズが細身だから、僕はゴンズが受けになっても全然、むしろそっちの方がいいのかもしんねえ。
というわけで、ね、仲良く眠ったということで、まあ、階段よくあることらしいです。ただ一つ付け加えると、二人はとても幸せそうにゴンズ先輩に作ったアップルパイを頬張っていたそうです、みたいな。見えたし見えたし、おいカルビが出てきてね、おう、でかかったな、みたいな。もしかしてゴンズ先輩受けだった、俺のお尻が広がっちまった、みたいな。そんなエンディングですか。おしまい、というわけで、いやーありがとうございました。これにてね、多分やりきったのかな。もしやりきってなかったら、コメントでね、実はこういうこともできましたよっていうのを教えてくれたら嬉しいんですけどね。というわけで、獣で有名な、エッさんである、コットンさん。まあね、結構、あれだね、ゲームとしたら、いろいろと。ねえ、被験者森本くん。いや、シャルドネロマンシアとかもありますけどね。まあ、これも、またね、怖がりかっちゅうと先輩だし。これもまたね、獣要素もあったりとか、なんか人外要素もあったりとかでね、コットンさん正規が入っててすごくいいゲームでしたね。まあ、まさかね、本当に興奮できるとは思わなかったけど。まあそんなわけでね、以上、アベタカの単発実況でした。ご視聴ありがとうございました。まあまたこんな感じでね、なんか気まぐれでね、単発とかできたらいいなと思うけど。まあ、うん。気まぐれでね、みたいな。じゃあねー。